これね、30代のの男性の方から聞いた話です。で、その方はまあ今普通に会社員でまあ働いていてでその方ねいや全然僕ね彼女を作る気ないんですよねってことをまあおっしゃる方なんですよ。でこれなぜかというと詳しくはやっぱりちょっとプライバシーのこともあるから僕当時、えー、こうちゃんと聞けなかった、まあ、聞かなくていいかなと思ったんですけど10年ぐらい前にあの当時の彼女を亡くしてるんですよ。はあ そのなぜなくしたどういうふうになくしたのかはもう聞いてないですそれはねもう別にプライバシーだからでもまあ事故なのかご自身でとかなのか、えー、病気なのかわかんないですけどまあとにかくなくなったという事実があります、うん でその彼女のまあ思い出話みたいなも聞いたんですよね、うん、でそしたらあのなんかすごい束縛が強い彼女でっていうわけですよでまあそのその人はいやもう本当彼女メンヘラなんですよみたいな、うん、でもなんか嬉しそうなんですよねその束縛もそんな嫌じゃない,いなそうそうそうだから束縛ってなんかいや束縛は嫌だよねっていうこうふわっとした一般的なやつあるけれども、えー、でもなんか逆にそれがこうマッチするっていうのもあるじゃないですか、うんね、そういった呪い話の場合はあ,、ね、ありますからまあでああそんな 感じなんだなとでまあその彼女が亡くなる、うん、前日とかかなになんか夜景を見に行ったみたいなことを何か言っててであの車で、まあ、山の方に行って夜景見ると、まあ、よくあるやつなんですけども、うんはい、でその時に夜景もすごかったんですけどそこの土地の空要は夜空がめちゃくちゃ綺麗で、うん、星がすごいあったんですよ、うんはい、でそれを彼女がすごい喜んでくれたんですよねっていうような話もまあしてくれたんですよね。うん でここからちょっといわゆる階段の話になってくるんですけれども、はい、まあ要は10年ぐらい前になくしてずっと彼女作ってないんですよね。その要因の一つとして、あの彼女がねずっと夢に出てくるんですよっていうんですよ。うん、でどういう夢かというと、まあ自分が寝ていたらだいたい月に1回か2回ぐらいなんですけど、ま悲しあ金縛りに会うと。はい まあその本人はまあ夢っていうふうに表現してるんですけど、まだその時点で夢なのかどうかちょっとわかりませんけど、まあ、悲しばりに合うんですと。うん、で、えー、まあ布団で寝てますよね。天井を見てますよね。そしたら、天井から彼女がその自分ともう本当にこうなんでしょう対,対面するような形で、正体する感じそう、生体するような感じで、天井からこうゆっくりこうグーッとこう近づいてくるっていうんですよ。うガーッて。はい、彼女が。ええ、で、 まあそれだけ聞いたらすごい怖いじゃないですか。っ,っ,てぐーってくるわけですよ。月に1回2回。まあある意味ちょっと悪夢と言われても仕方がないような状態だと思うんですけどその方ねすごい嬉しそうなんですよ。はい いや彼女はやっぱりその、まあ、正直、まあ、僕のことをめちゃくちゃ好きだろうしで束縛も強いというのもあって、うん、まあだから僕ににずっと会いに来ててくれてるんだと思うんから「あっそうなんですねと」と、まあ、そういうそう,いう,うに受け取れればそれはそれでなんか幸せなことだなと僕は思ってああなるほどねと思ったんですけどでそのグーって来てどうなるんですかって聞いたらそのまんまあの本当に、ね、目の前までグーって来て最終的に「 でもだ僕のことをあの「抱くんです,って言うんです」っていうのもいやそれしがみついてるとも表現できるわけですあでもその方は主観であのすごく自分のことを好きだと思ってくれてるから抱いてくれてるんですって表現をするんですよね。<laughs> でこの辺りぐらいから僕まあ,あのそれは分かんないですよ真実はどうか分かんないけどなんか違和感あるなって思いながらまあ聞くわけですは、ね、はい、はい、で でそのまあとと抱かれるとでそしたら自分も金縛りになってるんですけども何となくこう手でこう,こうね何となくこうやるような感じで「僕も彼女のことを抱くんです」と「あそうなんですかと」と、ま、でもそこからねちょっと嫌なことがあって「あーちょっとやめてほしいな」と思ってんでパッて消えるんですよって話をするんですよ。でその何かというと抱かれている時もと、まあ、いしがみつかれている時に、うん、自分のこの背中側になんか爪をね どっち側かはちょっとわかんないですけどとりあえず片方を爪でギッてすごいこうやられると、うん、でそれが痛いんですとだからそれが嫌だからいやもういいよいいよって言ってまあなんか最終剥がすみたいなことを言っててでそれプラス痛いな痛いな痛いなってなりながらもでも自分の景色あの天井ねこう見えてる状態からですねいつの間にか夜空に変わってるんですって。はい で、まあ、それも、その人曰く、やっぱりその彼女とその前にですね、夜空を見てすごく良かったっていう記憶があるから、あ、やっぱり彼女がその夜空を見せてくれてるんだな、みたいな感じで、なんかとにかくすごいポジティブなんですよね。うん、で、しかも、その、ギってやられた後あるんすよ、っていうんですよ。ううえー マジっ,すかって「えっそれ見,見てもいいっすか?」って言ったら「いいいいお全然いいっすよいいっすよ」でなんか T シャツ着ててでこ,うこうやってやって「なんかこのちょっと見てよ」って言われてで見たんですよ。ないんですよ別に。<へ>なんかあえれどれ,どれっていう感じだったんですよねだから僕いや「ちょっとどれか分かんないっすね」って言ったら「いやあるでしょう」ってなんかちょっと不機嫌になってるその方が「はい、えっ?」であのもうちょ,っとちょっと奥見て見てってガーってやってガーってやったらあのねあとなんかあるんですよ確かに。え でもその後って爪でこうギッてやったんじゃなくてこれ僕が見た感じなんですけど歯形っぽいのがこう本当にこういう感じのがこの肩甲骨の下ら辺にあるんですよね。はい、ででも「いやそれ歯形っぽくないですか?」って言おうと思ったんですけどでも,もう本人すごく楽しそうというか嬉しそうだから何かあんまり余計なこと言わないでおこうと思ってで「あ確かにこうあとありますね」って。 って言って、で、いや、そうでしょうって言って、まあ、その人満足そうで。で、その人から聞いた話というのは、ここで終わりなんですけど。はい、今、話した段階でも、何か違和感あるじゃないですか。で、もう、これはもう、考察するしか、僕はないと思うんですが。 まずその歯型っていう時点で,で彼女がこう抱きついてる僕はしがみつかれてるような感じするんですけどしがみつかれて顔がここにあるわけでしょで,でも歯型こっちにあるんでしょそしたら顔グンってこう回ってるじゃん本当にその歯型であればでしょ。でしかも噛むってまあもちろんその愛情表現としてそういうのもあるかもしれないけれどもどちらかというとまあマイノリティでしょ。 タムってどちらかというと僕攻撃性の方がが近いいよよううな気すするんでどちらかとね。はいはい、っていうふうに考えたところでもなんか愛があってこうやってるって感じもしないし極めつけは最終的に夜空が見えるんですっていうんですほんでそのまあ痛いのとかでまあ剥がしてわーってやったらまあ自分の、えー、この部屋に戻ってるって言うんですけど夜空見えるんですよってそれ上に引っ張られてませんって僕思うんですよ。はーだから あのすごく本当に嫌なクレーンゲームっていうか <laughs> <laughs> そのグーってやってそのまま上にグーってやられだから空見えてんじゃないんですかって僕すごく思った時にえちょっとこれ怖ってなんて思っちゃったっていう話です。だから結局その人の主観では全然怖くないんですけどって言うんですけどね。いやあののー、これ例えば階段じゃなくても、はい、その カップルの話なんかでもね、はい、その彼氏大丈夫だかその彼女大丈夫かみたいな時でもそ,<う>その当の本人ってこうなってる時って「うん、大丈夫大丈夫」って「でこ,うこうなんだこうなんだよ」ってのが、うん、いそれ客観的に聞いたらちょっと違くおかしいよって話って結構あるじゃないですか。そ,<う>そんななようなに近いだそれの,あの生きてるカップル同士じゃなくてあの本当にあの世とこの世のカップル同士の話ですよねある意味。 最近聞いてちょっとまあなんでしょう本人には言わないけど僕の中ではあこれちょっと気持ち悪い話だなって思ったような会談話ですね。すねはい。ただ不思議ですね。はい、ちょっとでもねその下駄さんの僕もそっち派なんですけど、はい、ただものすごいその彼が言ってることを、うん、なんかそのまあそうなんだと思って捉えた時に僕ちょっと思ったのが。 まあ、実際に彼女がすごくまだ彼のことを好きでそこで現れるとス、うん、ーッと出てくる、うん、でやっぱりグッてこう掴んで、うん、もう本当に好きで好きで確かにこう。 愛情表現が極まって噛んじゃうって話って動物とかもそうですけど、うん、本当にもう好きすぎると噛んじゃう人っているらしいじゃないですかやっぱこう束縛が激しかった、ね、っていう彼女であるならばグーってもう本当にもう噛んじゃうぐらい好きでギュッてやってる、うん、でその瞬間だけあの二人で見た一番の思い出の景色がパッとこうよみがえるのかなっていう。うん、<で>それれは話してくれた人の まあ感想なんですけど。です、ね、だなんかだから本当にこう二人が繋がった瞬間だけあの瞬間に戻るっていう。まあそうか、でもそんなことないか。<laughs> いや、わかんないです。<laughs> それは、あの、いい花、いい階段かもしれないですよ、これ。ある意味ね。ああ、でもそうですねそです。そうそう、いい、だから本人はいい階段だから全然怖くないんですけどって言って話してくれたんですけど、でもそれ、主観だよな っていう本当に僕思うんですよただその本人がいい階段だって思っちゃってるってことは <laughs>、うんうん、もしかするとですけど、はい、そういうふうに取りつかれてしまっていて次に進めなくなってるってことですもんね。要は彼女がねその元彼女が、えええー、次の彼女が来ないようにずっとそれをしてるというようなそ,そっちの怖さがある意味束縛なんですよです、ね、そ,そ,おそうこれは。うんまあ、でもなんかそれがマッチしてるんかもしれないですよね。 えー、でもできれば、えー、亡くなった人と生きてる人よりもあのもうどうせ束縛でマッチするんだったら生きてる者同士の方が僕は健全な気はしますけどね健全ですよね次に進んだ方が本当はいいわけでそれで次に進めなくなってるんであればやっぱりそういった、うん、だからまあまあパッと聞きね本当にだからいい話しないような気もするんですけれどもなんかふわっともやっとするでしょこれ <laughs> 100%いやーいい話だなって言って この話聞いて涙する人あんまりいないと思うんですよ。んっていう人がやっぱり結構多いで,、ね、でやっぱりその下田さんの見解聞いてると急になんかゾワゾワゾワっていう怖さが、ね、そうですよね出てきますね。だからどうしてもその愛があってその愛情表現が果たしていいか悪いかまた別の話というかねそれをすることにいやでもなんか俺考えるきっかけになったな今回やっぱり会談って人から聞いた話もありますけど<え>やっぱりこう自分の実体験なんですよって話ってどう したたそれは当たり前ですよね自分の主観がもちろんそうなんですけどねでもその人がそれはこう感じたというわけであって傍から見たらどうかってさっきのねそのカップルの傍から見たらあれっていうのがあるっていうじゃないですかそれはやっぱりあのこういう怪談話でも僕は結構あるんじゃないかなっていうのがすごくだからこの実体験した A 君の話これを B 君から聞いたら全然違うよっていうパターンがあると思うんですよ <laughs> すごいあると思います その人の人友達がその話聞いた時にもし亡くなった彼女のことも知ってたりしたらちょっとこれまた話変わってくるんちゃうかないや違う違うあの映画一番おかしかったんだよとかね <laughs>、うん、十分あり得るような話だなっていうふうに思いましたねちょっとやってみたいですね <laughs> 本当にどなたか体験例えばねよくあるじゃないですか <laughs>、はい、心霊スポットにね二、はい、人で行ったんですけどもって言って、うん、で このこっちの方が怪我しちゃったんですよっていう話とかありますけど、はい、この A 君から聞くパターンの後に B 君にも取材に行って、うん、あそしたら全然違うっていうのね、うん、ありますよ。聞いてみたいっす。ああいや、できればね、そういう機会があったら僕は絶対聞くんですよ。あ、ほんでもあんまりなかなかね、その A、B、C、みんなから聞けるっていうのはなかなか難しいのでね。 あの聞けないことが多いんですけれども。ちょっと A B C 会談しましょうよ。いやそうっすよね。まず A の話、次 B の話、うん、C の話になっ例えば三人でどっかそのまあ心理スポット的なところに行きましたで一人がその話をしましたの時に他の二人も呼んで、うん、要は三人の話聞きたいですよね。聞きたいですね。うん。多分どっかで、うん、えでもそれこうだよっていうのが出てくると思うんで、ねうん、それ面白いなと思いますよ。 いや、はい、いや、なるほど、はい。いろいろ考えさせられました、ねはい、いやいやさすがです。<laughs> いや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 。<laughs> まあ僕の考えすぎ説もありますよ。は <laughs> はい、もちろんありますけど。はい、いやでもこれはやっぱ本の方も相当面白そうですね。<laughs> あそうですか。まあまあ、あなんかなんでしょうね。まあ、与えられたことをそのまんまだけではね。 やっぱりこうその本質は見えてこないっていうところがあると思うんで、うん、まあそういう意味では僕は聞いいた時にやっぱすごまそれはなんかうその嘘じゃないの本当かなとかそ,それだけのレベルじゃなくてね話の内容とかやっぱりその辺りはすごく考えます僕は。はい、やっぱりなんか視野広いというか大人ですね。 やっぱりいつもあの田中俊之と一緒にいられるだけありますね。<laughs> いやいやああ、ありがとうございます。それはね、本当に僕が大人だからね。そうそう。そんなことないけど。いやいやいや。